Nazca lines in Nazca Plateau in Peru are lines that show the directions to each ruin. I name this theory Hiroshi Hayashi's Nazca Theory, and the lines to the similar ruins gather together at one single platform in Nazca. I name this Theory, Hiroshi Hayashi's platform theory, and then we are able to know the historical connections between these ruins with these two theories. Moreover, we are also able to solve a mystery of a ruin with these two theories, a mystery of a ruin which is left unknown what it is for humans. Then, I, Hiroshi Hayashi, hereby define the theory as Hiroshi Hayashi's line history theory, because with the theory, we are able to know the secret history of the ruin, what it is. Then the largest mystery of Nazca lines is that, who created these lines for whom and what for but i can hear their voices whispering in my ears that someday you will reveal this fact and you will know what nazca lines are and then it's time for humans to know what we are and what for we did it? We did and left these lines for humans to know that the whole hidden history on this planet, the Earth, were created by us. Now is the time for you to know the truth of human history. Because the history of this planet is a history of. ナスカラインは世界の拠点の方向を示す方向指示ラインです。 これを林弘氏のナスカ理論と言いますまた関連性のある拠点からのラインはナスカ高原で一つのプラットフォームに集まりますこれを林弘氏のプラットフォーム理論と言いますつまり逆にそのプラットフォームに集まるラインからそれまでは分からなかったその先にある拠点の謎を解くこともできます 言い換えるとナスカのラインおよびプラットフォームはその謎の答えを私たち人間に教えてくれる言うなれば歴史ライン歴史ラインということになりますこれを林宏のラインヒストリー理論と言いますだから私にはこんな声が囁いているように思います いつか君たち人間はこの謎を解く時がやってくるだろうその時君たち人間は誰が何のためにナスカのラインを引きプラットフォームを書いたかを知るだろうそうそのラインを書きプラットフォームを書いたのは私たちなんだよ人間の歴史は同時に私たちの歴史でもあるんだよ この地球は人間だけのものではないんだよ。つまりね、私たちはあなた方人間と兄弟なんだよ。と。広瀬林やし浜松シティジャパン。Japan Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a cross point in North Asia. I Hiroshi Hayashi say here in this video that when two lines meet together, there we will see a cross point or a datum point for extraterrestrial beings. Here is another evidence. 二本のラインが交わるとき、そこにクロスポイントがあります。林博史のライン理論です。今日の物語は、そのクロスポイントについてのものです。たまたま、ゆき山川さんより、木汁石窟の話がありました。で、その写真が気になったので、木汁石窟を調べてみました。またまたビンゴーです。木汁石窟が、今まで解けなかった謎を解いてくれました。 アジアでも、リュウモンだけが他の遺跡から浮いた形になっていました。が、キジルセックスを教えてもらったおかげで、その謎が解けました。画面を見ながら説明します。まず、皆さんをキジルグラトウ、まあ、セックスへ案内します。このシリース詞をつけたところがキジルグラトゥズです。で、 ここへ行ってみます。で、この、キジル石窟については、実は私はノーマークでした。で、今回ですね、まあ、写真を見せていただき、まあ、何かあるぞっていうふうに感じたわけです。まあ、ここがキジル石窟です。まあ、こうした、まあ、景色が広がっているわけですね。 で、この、まあ、こうしたその検証ではですね、私のライン理論とナスカ理論が役に立ちます。で、この木汁石窟からですね、ナスカに線を引いています。で、ここがナスカですけども、まあ、進捗線といいますか、一本重なるラインが見つかりました。このラインです。 でこのように言いますと皆さんはただの偶然だというふうに思われるかもしれませんね。そう判断するのはちょっと待ってくださいよ。実はこの辺りには世界のですね石窟からのラインが集まっています。まあ、こ,れはこのラインも含めて全て何、えー、て言いますか、寸部の狂いもなく重なりますから皆さんも確かめてみてください。今この米印のマーク、これがあの、まあ、目印ということにしておきますね。でこのラインが 運航から引いてきた線です。ユンギャンから引いてきた線ですね。そして同じ滑、まあ、走路、左側が、これがリュウモンから引いてきた線なんですね。で、このポイントをちょっと注意してくださいね。あの、線、ラインを見失うといけませんので、この、あここへ置きましたね。それと、その下の赤い線が、これがバーミアンから引いてきた線です。下に綺麗な滑走路が見えます。このバーミアンのラインはですね、この滑走路、両端にマウントがありますから、 あの正確に撮ることができます、一応。そしてこの4箇所はですね、まあ、ここに集まっているわけです。キジル、ウンモン、それからリュウモン、そしてバーミアンですね。そして写真を拾ってみました。右上がキジル、左下がですね、ウンコウですね。そして左上がリュウモンです。そして右下がバーミアンということになります。そしてこれら4箇所をですね、比べてみますと、 全く区別がつかないんですね。いわゆるまあ、コンセプトが同じと言ったらいいのか。まあ、同じ画家が描いた絵のような感じですよね。右上からジル、下がバーミア、左上がリオモン、そして運行です。で、細かいところを見ますと、制作コンセプトも同じということがわかります。まあ、皆さん自身で比較して判断してみてください。つまり、 こうした、まあ、石ですよね。こうして比べてみて、あなたはですね、区別ができますかあるいはその違いを言うことができますかってことですね。では、検証してみます。今度は林博士のライン理論です。ここに記汁があります。スペディングがわかりませんでしたので、カタカナで表記しました。そして右下がリュウモンです。線でつな,がりつなげておきます。 で、今度はバーミヤンですね。左下がバーミヤンです。そして、運行です。で、1000円で繋いでおきます。そうしますと、ここにクロスポイントができますね。林博のライン理論によれば、まあ私ですけどもね、あの、クロスポイントには、クロスポイントは基準点である。というのが、まあ私のあ、ライン理論の基本です。で、ここには何があるかということなんですね。 で、このクロスポイントをどん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 探して、下を降りていきますと、87.8キロ離れたところに、ビンゴですね。マガオ。バッコウクスがありますね。トンコウバッコウクスです。今までマガオを基準点に取っていましたけれども、まあ、ひょっとしたら今のクロスポイントが、あ本当の基準、なってますか、基準点クロスポイントかもしれません。そしてこのマガオへ降りてみます。今、中心に持ってきました。 バッコークツです。バッコークツですね。で、やはり、大変よく似た景色が広がっています。頓庫、バッコークツです、まあ。石窟ですね。やはり同じように石窟が作ってあるということです。まあ、バッコークツって言いますと、この写真が一番最初に、えー、出てきますけどもね、まあ、観光地にもなっています。 では、比較してみましょう。先ほど、キジル、バーミアン、リュウモン、それからウンコウを,を見比べていただきました。そこに、マガオ、バッコウクツが加わります。で、色をセピアにしてみますと、また、また、なってますかね。区別がつかなくなりますね。あるいは、皆さんは区別ができますかでは、キジルとマガオ、 簡単に比較しておきます、まあ、壁画が残っているのは、今のところ、ですね木汁、えー、とバッコーク靴ということなんですけども、この、まあ、壁画がですねまたまたよく似てるんですね。で、こう細かいところを見ていきますと、特に頭の上の,この丸い太陽の紋章だと思いますけども、太陽の紋章が私は気になりました。皆さん、どうでしょうか。そして上半身裸で、下にはまあちょっとフ風ップ変わった腰巻きを巻いています。 これが神々、つまりエイリアンの衣装ということになるのでしょうかね。そしてネックレスですね。お決まりのネックレスです。で、もう一度このナスカに戻っています。ここには今言いましたバックオークスのラインがありませんね。しかしあるんですけどもね、左の方にあります。いわゆる左のこのグランドクロスのあたりにはですね、世界の重要な拠点が集まっているところからのラインが集まっています。この白い線が今、真顔から 引いてきた線ですけども、この、ここにこの、このラインが真顔ラインと私は呼んでいます。実はないわけではないんですね。えー、ということで、えー、新しい発見ができましたので、皆さんに報告しました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! 続いて、世界の山々のラインについて説明します。 謎の山、キリマンジャロですね。このキリマンジャロも大変重要な山です。これはあ、私が発見したクロスポイントの中で、まあ、この、ここには何かあるはずだということで探して、この場所を見つけました。この、まあ、クロスポイントの横線はですね、寸部のクリムなくキリマンジャロの方向を示しています。地球を半周以上してるんですよ。そして、ナスカにももちろんラインがあります。これをキリマンジャロラインと私は呼んでいます。 その都度、緯度、経度を示しておきますので、興味のある方は自分で確かめてみてください。これグランドクロスですね。ポポカティ・ペティからのラインももちろんあります。ポポカティ・ペティのまあ、ふもとと言ったらいいんでしょうかね。そこに、キューティ和感があります。これはルアペフですね、ニュージーランド。やっぱり、やはりと言いますかね。南太平洋の、まあ、基準点になっています。そして、このラインがここに集まります。 この辺りが世界の山々が、からのラインが集まるラインです。キナバルです。このキナバルの線はやはり長いですね。左に下から来ます。そして、まあ、上のプラットフォームへと繋がっていきます。これがアイゲリっていうんですかね。フランスの実に奇妙な岩,で岩山ですけども、やはり先ほどの滑走路の近くって言いますか、だいたいこの辺に集まっているんですけどもね。 あの、まあ、興味ある人は見てください。そして、これがマッタホルンですね。マッタホルンも、あの、いわゆる、ま、北、あなんて言いますか、ね、イタリアあたりのまあ基準点になっていますね。そして、全く同じ滑走路、いですかね、プラットフォームの周辺に集まってきます。もちろん富士山もありますよ。富士山の、まあ、あの、ラインは大変あの、まあ、 短いというわけではありませんけれども、それほどまあ目立つラインではありません。ここに重要なポイントがあります。今、あの180度回転していましたけれども、この形が日本の本州の形と一致します。それだけではなくて、えー、ちょうど、なんて言いますかね、富士山のある位置でクロスポイントができているということですよね。いわゆるまあ左の方を見ていただくと、この緑の線は日本の富士山から引いてきた線です。そして、この交わっているところと、まあ、地図上のですね、 日本の富士山の位置が一致するということです。なあち、左の、この、いわゆる、まあ、地上に描かれた絵はですね、絵ではなくて、これは日本の本州を表す、地上絵であったということになります。まあ、こうした事実は、すべて、あの、林博士が発見したことですよ。そして、マウント・ウラウンです。 生産中の生産ってことになりますね。このウラウンからの、えー、ラインは十数本以上あります。プラットフォームも二つあります。その中の一つはこれですけどもね。やはりマウントがありますからマウントを繋いでみてください。その証拠に、この今矢印で囲んだところに三角形と言われている地上絵があります。これは三角形ではありませんよ。ここの緯度経路を示しておきますから、またご覧になってください。これはそのまま ウラウン山の形を表しているわけです。まあ、このようにですね、えー、方向を示すと同時に、そのまあランドマークをこのようにまあエイリアンたちは書き残していったということになります。もちろん人間じゃありませんよ。もちろんインカ人じゃありませんよ。まあ、このように、ナスカ理論と、それから私のライン理論を使うと、世界の古代の謎が解けていくということです。まあ、それが分かっていただきたかったために、今日はこのビデオを編集していました。 こんなことはできるのは人間ではありませんね。まあ、まあ、宇宙をですね、もう自由に飛び交う人飛、飛び交うことができる人によって、こういうことが可能だということです。まあ、それでは皆さん、バイ。